皆さんこんにちは本日のあの米国株トレーディングフォーカスですけどもハッピーハロウィンハロウィンのアノマリーと題しましてご説明の方ですねしていきたいと思いますそれではあの早速参りましょうえっと本日ですね全体で3つのテーマがございます1つ目が米国株のマーケットの動向2つ目がハロウィン交換 そして三つ目がですね参考銘柄ということで五銘柄ほどですねご紹介したいと思います。米国株にはですねまああのマリーと言われるものがまあ数多くあるんですけれどもその一つにハロウィーン効果というものがございます。ハロウィンというのはまあ日本でも今結構よく人気ではございますが10月の末にですねまああるんですけれども。 そこからまあ6ヶ月後のですね、まあパフォーマンスがまあ堅調であるといったようなアノマリーのこともがございます。まあ今回のそのトレーディングフォーカスにおきましては、まあ3個銘柄でいたしまして、S、S&P500 指数の採用銘柄で、え且つまあこの期間のですね、まあパフォーマンスがまあ堅調である銘柄をですね、5銘柄ほどまあピックアップしてまあご紹介したいというふうに考えております。 それでは早速ですね一つ目のテーマでございますマーケットの動向になりますけれどもこちらにございますのがアメリカの主要株価3指数のですね年初来のの株価のパフォーマンスになりますで緑色がナスダックブルーが S&P500 赤がですねニューヨークダウということで、まあ、基本的にこのナスダックがこうアウトパフォームしている形はですね、まあ、継続しているんですけれども 足元でちょっとこうトレンドがです、ね、こう下の方に向いてきているというのが長期金利上昇と中東情勢のまあ緊迫化、まあ、この2つがです、ねまあ、大きな要因にはなっておりますけれども、えーまあ、足元で,です、ねえーまあ、株式やや難聴な動きは見せておるもののです、ねまあ、長期金利いったん5%を超えましたがその後、まあ著名投資家の方がですね ショートカバーの買い戻しをしているというようなことも明らかにしたことで一旦長期金利もですね今こう頭打ちといいますかちょっとまた下がってくるような動きも見せておりますのでこの5%が一旦のピークになってくるのかどうかこの辺りが当面の株式市場を見る上でですね非常に大事なポイントになっていくかと思われます。 でこちらがですね、えーまあ、左と右、それぞれ、えっと、業種別のですね、えー、セクターパフォーマンスになっておりまして、えー、左側にございますのがあ年初来、右側にございますのがあ1か月という形になっておりまして、緑色で塗ってあるのがあプラスのパフォーマンス、えー、赤で塗ってあるのがですね、まあ、マイナスのパフォーマンスという形になっておりまして、まあ、左側の方を、まあ、見ていただきますと、えー、半導体だとか、 あるいはメディア娯楽自動車こういったところがですねパフォーマンスとしてはまあいいと。で一方あの右側の1か月間見ていただきますとですね、まあ、あの結構まあ赤く塗ってあるんで、まあ、結構下落の方がですね、まあ、多いんですけどもその中でもまあメディア娯楽ここがパフォーマンスとしてはですね、まあ、良かったという形になりますので、えー、まあ左側の年、ね、初来右側の1か月を見てですね共通してこう言えることといたしましては。 まずいいパフォーマンスの方ですね。こちらに関しましては、まあ、メディアと娯楽というセクターがございまして、これはあの具体的に言いますと、メタプラットフォームズとかですね、アルファベット、まあ、ガーファームの一角でございますが、まあ、そのあたりの2銘柄のパフォーマンスがまあ堅引してきているという動きが特徴なのかなといった印象がございます。で逆にえっとパフォーマンスが悪いところといたしまして共通しているのがまあ公益とかですね。 ちょっとこう長期金利の上昇を受けまして、まあ、ネガティブに捉えられてきているといったことがですね、まあ、特徴的な動きとして挙げられるんじゃないかといううに思います。でこちらの方がです、ね、えっとアメリカの個別株あと ETF のですね過去2週間における売買代金のランキング、まあ、上位10社、まあ、10社といいますか10個のですね えものをですね載、えー、せておりまして10個のうち3つは、えー、ETF になります一番上にございますスパイダー S&P500ETF というのがですね、まあ、ETF になりますけどもここがまあ一番お売買代金としては大きくてですねあと個別株といたしましては7名柄あるんですけども個別株の中ではですね、えー、テスラがあと特にまあ売買代金としてはまあ大きかった。 テスラは先日、計算発表を行いましたのでそこで売買代金がです、ね、膨らんだという形もございますけれどもそれ以外にもエヌビディアだとかアップルだとかマイクロソフトといったいわゆるこうマグニフィセントセブンといわれております主力株7銘柄こちらの関心、ね、の高さが引き続き高いといったことが言えるかというふうに考えられます。 ポジショニングですね。こちらの方まあ見ていきたいと思いますが、ああ灰色がですねエサンドペイが空注になっておりまして、え緑緑色の方がですねちょっとこうポジション的な動きになっておるんですが、こちらの方が頭筋によりますイーミニエサンドピー500先物の,のネットポジションになります。ゼロより上が買い越し、ゼロより下がまあ売り越しという形になっておりまして。 まあ右の黄色の線を見ていただきますと、えー、まあ売り越しではあるんですけどもその売り越し幅がこう大きくですね、えー、縮小傾向にをたどってきておりますので、まあ、ショートポジションがこう縮小しているということはあまあ株式市場にとってみるとですねこうフェーバーな動きとして見ることができるかと思いますので今後相場のですね、まあ、反転といった意味でもですね注目できるポイントではないかなとううに考えられます。 そしてこちらがですすねセクターー別 ETF のフローになります、まあ、直近、一番右が、ね、10月のデータになりますけども10月まで全部終わっておりませんので途中までのデータになりますがこれまでの10月を見ていただきますとセクター別 ETF のフローといたしましては全体としてはマイナスという形になるんですけども。 えー、一つ一つのセクターを見ていただきますと、まあ、全部がまあマイナスということではなくて例えばあエネルギーですねあるいあとは情報技術、まあ、こういったところのセクター ETF には、えー、まあ資金流入がまあ見られるということで、まあ、業種をです、ね、こう選別しながら資金がまあ動いてきているといったことが言えるんじゃないかと思います。まあ、特にこうエネルギーーとかですね、まあ、結構大きくフローがまあ入ってきて 特徴的なのかなといった印象がございます。そして2つ目のテーマですね「ハロウィン効果」ということでこちらにございますのがハロウィン関連の,です、ね、関連の出資通学になります2018年からですねあと2023年の予想という形で出しておるわけなんですけども。 今年2023年のハロウィン関連の支出はですね今のところ見通しでございますが過去最高になるですね予想に今なってきておりますのでイベントとしてですねやはりこう盛り上がるといいますかこう勢いが出てくるといったイベントになっております。したがいまして短期的にはですね氷の関連銘柄例えばウォルマートですとか後ほどご紹介させていただきますまあコストコ。 まあこういったような銘柄がですね注目されてくる可能性があるんじゃないかというふうに考えられます。えそしてですねこちらあの冒頭で申し上げたあのマリーのところでございますがこれはあの主要株価3指数におけるまあパフォーマンスを表しておるんですけども期間といたしましてそれぞれの年のですね10月の末から翌年の4月の末までのですねパフォーマンスになっております。 2013年からですね10年間のですねデータを取っておるわけでございましてこちら見ていただきますと例えば2021年のケースですと全体的に弱いんですがそれ以外を見るとですね全体的にはプラスをですね取っているところが多くてですね特にナスダックと ニューヨークダウン。こちらの2つの指数に関しましては、過去10回のケースをですね、のうち8回におきまして、まあ、株価がまあ上昇ということで、まあ結構高い確率でですね、株価の方がまあこの期間まあ上昇するケースが見られます。したがって、まあこういったところをですね、まあ投資のヒントにですね、まああの活用するといった手がまあ有効ではないかなというふうに思います。 それでは最後ですね参考銘柄といたしまして5つほどご紹介して終わりにしたいと思いますまずあの1つ目ですねまあ先ほどもちょっとちらっと申し上げました小売関連のですねコストコホールセールになりますこれはあのまあ日本でも結構まあ有名な小売のところでございますがまあワシントン州にですねまあ本社がありますけどもまあアメリカをはじめメキシコあるいは日本イギリスまあなどなどですね 世界各国に会員制のですね、倉庫店舗を手掛けております。2022年の末時点で言いますと、世界に847のですね、倉庫店がをまあ展開してきているという形になります。で事業のです、ね、売上で言いますと、まあ、ほとんどが倉庫店によります売上になっておりまして、これが98%。 残りの2%がまあ会員費という形になりますけれども、ポイントといたしましては、まずあの1つ目、ハロウィンから今後、やはりこう年末商戦、ハロウィンが終わっても、今後年末商戦に入ってまいりますので、年末商戦に向けて、注目されてくる可能性があるんじゃないかと。2つ目といたしましては、今後ですね、この会員費の値上げというのがですね、期待されておりまして、 ここが今後発表されることになってまいりますと株価にとってもですねポジティブなポイントといたしまして考えられましてキーポイントとして挙げられます。で下の方にですねこれ過去1年間のチャートの方をお付けしておりますけれども年初来の株価のパフォーマンスを見ていただきますと20%ぐらいのですね上昇をとっておりまして株価の方が5中高値圏で 安いしてきてるということで、今の相場全体の動きとは逆行してですね、結構こう強含んでいることで注目できる銘柄ではないかというふうに考えております。二つ目ですね。今度は製薬のところからイ、e、ーライリリーになります。こちらのインディアナ州にですね、本社があります大手の製薬企業になりますけれども、糖尿病治療薬、あとがん治療薬。 あと感染治療薬、まあ、こういったところです、ねまあ手広くまあ控えあの手がけておるんですけどもこちらの方もまあ同じようにまあポイントをですねあの申し上げさせていただきたいと思いますがまず一つ目がですねこの糖尿病治療薬こうマンジャロというですね薬があるんですけどもこちらの薬がですね今後その糖尿病だけではなくて肥満症のですね治療薬としても 承認されるる可能性があると今後承認されてまいりますと業績にですね結構ドラスティックに効いてくる見通しといいますか可能性があるということが言われております。で2つ目ですねこれ1番とちょっと関連するんですけども実は今このヨーロッパの株でですね肥満症治療薬を手掛けております ノボノルディスクという会社がございますが実はこのノボノルディスクの会社のですね時価総額が足元で欧州では最大をとなっておりましてこの肥満症治療薬というのはですね結構こう世界でですね注目をまあ浴びてきているということで、まあ、仮にこのイーライ・リリーがですねこの肥満症治療薬でまた承認されてくるようになってまいりますとまたこう一段の 株価のパフォーマンスですね、下の方チャートを見ていただきたいと思いますけど、まあ、結構きれいなチャートではございますが、あ今、ね、年収内で言いますと、大体60%ぐらいですね上昇しておりまして、株価の方が史上最高の意見で増水してきているということで、こちらの方もですね株価のモメンタムがまあ強い銘柄として挙げられるんじゃないかとに思います。 そして3つ目ですね、今度はの保険の分野から、プログレッシブコープという会社になります。こちら、のオハイオ州にですね本社を持っております保険の会社になっておりますけれども、米国であの個人および企業向けにですね自動車保険をですね、まあ、手かけておりまして、この個人向けの自動車保険がですね、まあ、結構メインのビジネスになっております。まあ、その方が個人向けの住宅保険ですとか、輸送業向けの労災保険。 あるいはビジネス関連の賠償責任保険とかですね、まあ、手広く手がけてきているという会社になりますでまあポイントといたしましてまず一つですね、まあ、個人向け個人セグメントに関しましては直販と代理店でですね、まあ、多面的にビジネスを展開してきているとで2点目ですねこれ9月のです、ね、賞味保険料収入というのを発表しておりますけれども こちらの方がですね、まあ割ほど、二割強ですね、前年と比べまして上昇しておりまして、まあ堅調な保険料の収入にを実現してきております。で下の方ですね、こちらの過去一年間の株価のチャートになりますけれども、年初来でだいたい二割ぐらい株価の方が上昇しております。で株価につきましては先ほどのイーリリーと同様にですね、市場最高値圏で推移してきております。 そしてこちらの方もですねモメンタムがまあ強い銘柄といたしまして、まあ、プログレッシブコープですね参考銘柄の方に挙げておりますそして4つ目ですねこちらもは、えっと、製薬のところからですね、えっと、アッピーになりますこれはあのイリノイ州に本社がございます、えー、研究開発型のバイオ開発バイオ製薬会社になりますけども 視力,薬と視力薬といたしましては、ヒュミラ、これはあの関節のです、ね、リュウマチ治療薬、あとイムブルピカ、これがあのリンパ性の白血病の治療薬、まあ、こういったのの薬をです、ねまあ、手広く手がけているんですけれども、まあ、会社自体といたしましては、2013年にアボット・ラボラトリーズという会社があるんですけれども、そこからまあスピンオフして、まあ、誕生したという経緯がございます。 でポイントといたしましてまずこのヒュミラこれはあの実は世界でもですねトップクラスのですね売り上げを誇っている薬のまあ一つではございますけれども足元ではこうライバルとのですね、まあ、競争下にございますで一方で今後まあ期待がされておりますのがですねこのヒュミラ以外のですね、まあ、薬になってくるんですけれども例えばこのスキリージアイゲル23阻害薬というのがございますけれども まあこういった別のですね薬の売上高の拡大によって、ヒュミラーの減速をですね補えるかどうか、このあたりがポイントにはなっていくかというふうに思います。株価のほうは、下の方にチャートお付けしてございますけれども、ちょっとこう足元、弱いといいますか、動きになっておりますが、年初来で言いますと、1割弱のですね下落というか。 になっております。えー、最後ですね、えー、今度消費財セクターからですね、えー、コルゲートという会社になります。これはあのニューヨークに本社がございますけども、歯磨き粉とかですね、歯ブラシといった日用品でですね、まあ、世界的な大手になっております。まあ、オーラルケアとかですね、あとパーソナルケア、あとホームケアあるいはペット関連、この4つがですね、まあ、事業としては大きな軸になっております。 おりますでポイントといたしましてはあ1点目ですねこの歯磨き粉のシェアですね市場におけるこれ世界のグローバルのシェアでございますけれども、えー、ざっくり言いますと約4割ほどのです、ね、市場シェアを持っておりまして非常にあの強いちなみに歯ブラシなんかもです、ね、市場シェアがまあ高いということで、まあ、こういったこう生活必需品のところですね非常にあの、えーまあ、個人の生活をですね、まあ、密接してきていると。 のがまあ2つ,ううつ目といたしましては、まあ、株主還元が挙げられるんですけども配当のところで言いますと60年連続で増配あと過去10年で280億ドルをですね配当と自社株買いで,です、ねまあ、実施してきておりまして、まあ、株主還元にもですね、まあ、前向きであるということがまあ言えるんじゃないかというふうに思います。 で下の方はチャートですねあ、お付けしてございます。これはまあ先ほどの,あのアッピーと同じように、ちょっと株価、弱含んでおりますけども、えー、年収来のところで言いますと、大体 7%, 7, 7ほどのですね、まあ、下落という形になっております。えー、まあコロゲートに関しましては、足元、弱含んでおりましたけども、ちょっとこう今、判定の兆しなんかもございますので、ちょっとこうそこのトレンドをですね、まあ、取りに行くといったストラテジーがですね、まあ、有効ではないかなと。に でおります。それではあの以上をもちまして今回の米国株トレーディングフォーカスは終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。